未来は今の積み重ねだ。未来へのワンミニット。手笛奏者中島拓、自らの手だけで音を奏でるアーティスト。小学生の時にテレビでやってたんですよね。それを見て、あ、こんな音楽だけどこれマジシャンじゃないかみたいな衝撃を受けてですね。中島はその手笛を独学で自分のものにした。この手の中に空洞があるんですよ。手に息を吹き込んで空洞に共鳴させるようなイメージで演奏するんです。大学卒業後はプロとして活動を開始。演奏するたびに手笛にしかない魅力を感じている。手笛って音楽に驚きっていうのがプラスされていく。驚いてくれて、そして感動したよって言ってくれるのがすごく嬉しかったんです。中島拓、今の自分を込めたワンミニット。緊張しますよね。緊張しますけど、でもやっぱり気持ちよく演奏させていただけてよかったです。手笛奏者中島拓の未来。世界中の子どもたちに夢や希望とかをね、与えられるようなアーティストになりたいなと思ってます。その1分瞬間が未来を作る。西日本フィナンシャルホールディングス。